ボルトの言う通りかもな。お前とは違い、俺にはまだチャンスが残ってる。なんだよ、冷静に事実を述べてるだけじゃねえか。どうしたらいいか、少し考えよう。このまま宇宙が終わるまで話し合っても決着がつかない気がするけど、私の考えは前に話した時から変わってない。命を全うしたいのだから、もう言って。お前には悪いが、俺はもう少し長く生きてみたい。この裏切り者で、どうすりゃいい。泉に入るだけでいい。V の体はお前のものに、そして V は私の一部となる。ねえ、冗談でしょ。今さら何言ってるのよ。あんたが消えて私が残る、そういう話だったじゃない。あんたの影響を受けすぎたみたいね。冷静にならないと。いい？もし無人島で二人きりになる人間を選ぶとしたら、あんたは絶対にお断り。リトルビッグコーポラッツのどのキャラだってあんたよりずっとマシね。あんたは本当に最低なクズ野郎よ。もっと生きる価値のある人間は5万という。でもそれでも死んでほしいと。いつになったらこの感覚になれるんだ。くそ、荷造りをしないと。お前に話しかけるのもやめないとな。 Can you feel it?まだ少し時間があるな。ならお前らんとこに寄ってくか。大した量じゃないが、まあ構いやしない。足がいるな。ここはスティーブのやつに頼むとするか。
リチャード・ナイトだ。この町を作ったやつだぞ。さっさと開けろ。やあ。よう、元気か。今日はどうしたの？カースビースメタルハンズの新版を買ったんだけどさ、最初の4曲がもうさ。車と運転手を探してるんだ。今日は街でいろいろとやぼ用があってな。いいよ、任せといて。出かけるときは声をかけろって言うんだけど、どうせ母さんは何も聞いちゃいないから。行こう。ずっと弾いてると指が痛くなる。痛くない弾き方ってある？ないな。指で鉄線を絞って音を出してんだ。痛みばっかりはどうしようもない。そっか。心配すんな。ずっと続けてりゃそのうち指の皮が分厚くな。おい、一体何してんだ？出かけんだ。どこへだ？あ、ちょっとその辺だよ。すぐ戻る。うちの中に戻れ、今すぐだ。隙ありゃフラフラ遊びに行きやがって。また車の鍵を持ち出したな、バカ野郎。うちの中に戻れ。なん、クズの分際でそいつに手を出すな。この野郎、人んちの前で偉そうにしやがって。お前みたいなクズにビビるとでも思ってんのか。やるのか？かかってこいよ。付き合ってられるかよ。親父のやつ、あんたに完全にビビってた。悪いことをしたな。え？逆だよ。俺は親父が痛い目に遭えばいいって思ってる。乗って。ちゃんとしつけた方がいいぜ。俺にも親父を殴り倒せるだけの強さがあればな。そのうち体格でも勝るようになる。でもいいか、あんな奴を殴るのは拳の無駄遣いだ。どうして？父親の脆さに気づくってのは案外辛いもんだぜ。どこ行くの？タイムマシンだ。いいね。前にケリー・ユーロダインを見かけたよ。ファンなのか？当たり前だろ、レジェンドだぜ。好きじゃないの？ケリーは悪くない。ラジオで言ってたよ、ケリーはシルバーハンドの死を利用して売名行為に走ったって。メディアはろくでもない連中ばかりだ。音楽を扱う奴らは特に脳みそが腐ってやがる。ケリーはいいミュージシャンだ。それだけ知ってりゃいい。やつは本物さ。あらゆる面でずっとそうだった。ケリーを知ってるみたいな言い方だね。知ってるんだよ。俺もミュージシャンになってみせるよ。忘れるな、楽な道じゃないぞ。分かってるよ。とにかく練習を頑張るつもりさ。初めはそれでいいが、後に待つのは苦労ばかりだ。好き勝手なことを言う批評家にアンチ、絶えないプレッシャーにめちゃくちゃなライフスタイル、ボロボロになっちまう。保険を用意しといた方がいい。保険？何でもいい、収入を確保するんだよ。それで最悪の事態は避けられる。やけくそになったらしまいだからな。音楽ってのは体の内に宿るもんだ。お前の血や肉と一緒さ。そっか。まずは曲作りからだな。経験を積めば積むほどいいものが書けるようになる。始めるなら早い方がいい。実は数曲考えてる。ほう。でも歌詞で苦戦してて、とりあえず書いてみてもどっかで聞いたようなのしかできない。何を書くべきかわからないんだ。正直に真実だけを書け。自分の気持ちに対しては特にな。そりゃ自分の気持ちに嘘はつけないよ。本気で惚れてないならラブソングなんか書くな。お涙ちょうだいが売れるからって理由で泣かせる曲を書くんじゃない。ああ、うん、胸をえぐられるような何かを感じたら、それが曲を書くべき時だ。
真実が指をすり抜けても音楽ならそれをつかめることがある。よし、着いたよ。ありがとな。ここで待ってるか。一緒に行くよ。何を探してんの？ここにはキリー・ユーロダインがよく来るんだって。街一番の品揃えだもの。特に有名人はよく顔を出す。なんでか理由がわかる？さあな。別に俺には関係のない話だ。私はお客を詮索しないし、記録もしない。それにおしゃべりでもない。それでご用件は？ギターを探してる。ペレキのな。ご自由にどうぞ。まともなやつが欲しいんだよ。何ケチつけるの？一番大事なのはピックアップだ。上等なのを使わないと話にならない。見た目なんて二の次だ。そうね。ロイがビビる。メックが反ってるな。調整できる範囲でしょ。しけったベニヤ板を合わせた安物のボディだ。こいつはひどい作りだな。音は鳴る。弾き方を知ってればね。冷やかしに来たんじゃない。本物を買いに来たんだ。それだけの金も持ってきてる。なんだ、早く行ってよ。じゃ、裏へ行きましょう。ねえ、勉強になるかもね。どう？うわ、すげえ。右と左は全部クロマティクスとヘンダーソンズの最新モデルよ。ヴィンテージものは正面にある。デルーズ・オルフィーン、本物か？よく見てみなよ。確かめただけさ。立派なもんだ。手入れも行き届いてる。こいつは70年ものか？90、まだまだ現役よ。フィンガーボードは天然の黒炭製。テンゾアパラダイズ、レプリカか？れっきとした本物。じゃあ100年以上前のだね。ダブルハムバッカーにネックは接着じゃなくネジ式か。クラシックだな。バランスも完璧よ。構えるのも楽。こいつを試したい。どうぞ。好きに見てて。表に戻って目を光らせてないとすぐに泥棒が入るからね。シルバーハンドをそんな風に弾ける人初めて見た。シルバーハンドはレッスンを受けたことがないって何かで読んだ。独学で自分のスタイルを築いたんだって。どうやってるの？まるで本物みたいだ。毎日練習すればできるようになる。なんなら超えられるさ。不可能なんてないんだ。どうかな。そりゃ頑張ればリフを覚えたりはできるだろうけど、そんなの誰かのコピーだし。確かにな。だからこそ自分のスタイルを見出すんだよ。練習はそのためにある。才能が？才能ならある。本当？本当にそう思う？自分を信じてないのか。
自分に厳しいのも悪いことじゃないが、自分の力を信じることの方がずっと大切だ。俺じゃ本物のロッカーボーイにはなれないよ。おい、自信を持て。俺は自分が信じてることしか口にしない、そう決めたんだ。最高の日だ。ああ、手が震えてきた。ロッカーは本音をぶつける反逆者だ。親父には試したけど、いいことなかった。真の反逆者になるには時間がかかる。どういうこと？うまく説明できないが、自分で経験するしかないんだ。あんた変わってるけど、友達になれて嬉しいよ。金を払ってさっさと行くぞ。それで？これをもらう。いいチョイスね。よかった、ちゃんとしたギタリストの手に渡って。他にも何かいる？いや、いい、これでいいか。じゃあな、急ぐぞ。まだいくつかやることがある。わかった。どこまで？墓地までだ。了解。というわけでお届けしたのはペリラス警長。とここで不穏なニュースが入ってきたぜ。アラサカが親父はまた企業戦争が始まるって言ってた。今にもどっちかがしびれを切らすって。本当かな？また戦争が始まると思う？俺に聞くな。そういう話題には興味ねえ。正直どうなってもいいと思ってる。なぜかわかるか？さあ。気にする意味がないことに気づいてからさ。この辺に連れが住んでるんだ。どこだ？いや、ここからじゃ見えないよ。そいつとは仲いいのか？一度家に呼んでくれた。そいつのお母さんが昼飯を作ってくれてさ。ここを通るのは好きだ。いいところだよ。この町は生きてる。そりゃみんな歩き回ってるし。そういうことじゃない。人間が作り出した化け物がいつの間にか人間を食い物にするようになっちまった。フランケンシュタインみたいだね。フランケンシュタインの怪物の。そうだな、確かにここはいいところだ。ここに来たのは初めて？いや、でも初めて気づいた。ゆっくり眺めたことなんてなかったからな。まるで町が指の隙間からすり抜けてったみたいだ。足元や頭上を通り過ぎようがそれに気づくことすらできなかった。それを曲にしたら？考えとく。うわ、銃なんか持ってたのか。しかも本物だ。昔親父も撃ってたよ。誰が撃つの？いや、これは形見だ。ってことは大事な人のものなの？そうだな、大事だけじゃ言い表せない。それどうするの？持ち主に返すのさ。一緒に行ってもいい？ダメだ、ここで待ってろ。すぐに戻る。分かった。
strictly forbidden. はどこに？おい、何してるんだ？数回？やめたんだ。お前もやめとけ。体に悪いぞ。心にもな。次はどこに？俺か？どこにも。スティーブ、お前は家に帰れ。ありがとな。その、訪ねてた人って、いつ亡くなったの？ん？最近のことだ。寂しい？ああ、少しな。じいちゃんが死んだ時、すごく寂しかった。でも、今はそうでもないよ。ああ。
自由人なのは分かってる。好きな時に好きなことをやりゃいい。だがせめて生きてるかどうかぐらい教えてくれ。説教するつもりはないが、定期点検もすっぽかしやがって、何度も口を酸っぱくして、ったく。一度連絡してくれ。じゃあな。もしもし、B？ しばらく連絡がなかったから、元気にしてるかなと思って。あなたはまだナイトシティで頑張ってる。私は全てを捨てて逃げ出すことばかり考えてるくせに、結局まだここにいる。バカみたいでしょ。アリ地獄と一緒ね。出ようともがくほど引きずり込まれる。膝まで埋まったら最後、もう抜け出せない。エヴリンみたいに。とにかく元気でね。気が向いたら連絡ちょうだい。じゃあ。もしもし、B？ 元気にしてる？バッドランズは今日もクーラーボックスが溶けるほどいい天気。日陰でもクソ暑いし、砂嵐も向かってきてる。あんたもいればよかったのに。冗談はさておき、こっちはうまくやってるよ。ソウルとはそれなりに仲良くしてるし、仲間は増え続ける一方で仕事は山積み。でも忙しい方がいいもんね。あんたがいなかったら私はまだナイトシティでくすぶってた。私のためにしてくれたこと全てに感謝してる。あんたのおかげで私は今ここにいるんだ。それじゃあまた近いうちにね。ちゃんと連絡してよ。よー、B。ソウルだ。風の噂で聞いたぞ。ナイトシティで随分派手にやってるみたいだな。今後どうするつもりか知らないが、何か困ったことがあればいつでも俺たちを頼ってくれ。 B、 お前はもう家族、アルデカルドスの一員だ。そいつを忘れるな。じゃあ元気でやれよ、 B。 また会おう。おい、 B。 どうだ、聞こえてるか？くっ、俺僕ができてんのか。まあいい。でだな、お前はいつになったらキャンプに来るんだ？みんな待ってるぞ。バーベキューでもしながら酒を飲もうぜ。ああ、レースすんのもありだな。それか、ラフェンシブに挨拶しに行くのも悪くねえな。つくづく思うよ。バッドランズにはお前みたいな奴が必要だ。今どこで何をしてるか知らねえが、気が向いたら来いよ。いつでも歓迎する。じゃあ、元気でな。かつての侍は、切腹の儀を執り行う前に自省録というものを残した。人生、そして死について最後の思いを込めた句だ。俺は先人の句をたくさん読んできた。中には美しいものもあったよ。だが俺は侍じゃない。簡単な言葉で別れを告げさせてもらう。地獄に落ちろ、クソ穴。ごめんなさい。忙しいのは分かってるんだけど、あなたがどうしてるか気になってタロットで占ったんだけど、引いたのが吊るされた男、魔術師、星。良くないカードよ、 B。 むしろ最悪と言ってもいい。死を示してるようだけど、ちょっと違う。とにかく気をつけてね。できれば近いうちに連絡して。